はい、皆さん、こんにちは、マサでーす。って感じでね、またやってきましたけども、今回は映画。映画紹介をしていきたいと思いまーす。って感じでね、えーっと、あの映画が戻ってきました。第2弾。うん。えーっとね、エスター。うん。エスター、皆さんご存知ですかね。えーっとね、えー、心霊、お化けは出てこないけどね、すごく恐ろしいホラー映画のエスターなんですけども、うん。これね、僕の中ではね、えーと、 まあ、シックスセンス以来どんでん返しを食らったというね、うん、前のね、えー、台湾映画の殺人犯やったかな、うん、それもちょっとどんでん返しで、まあ、びっくりしたんですけども、まあねまあ、それとよく似たような感じですね、うん、このエスターね、うん、10, 13年前に話題になったね、あのー、お化けではないけど怖いホラーね、今回はねエスターファーストキル。うん これはエスターの第2弾になりますけども、えっと、前作の、ねえっと、映画のその前に起こった出来事が、えー、今回の、ね、映画なんですけどもね。うん、今回、エスターがこれ続編ができるというのでそれで話題になったんですけども、もう一つ話題になったのがなんとですね。うん えと以前確か12歳で多分ね、えー、イザベル・ファーマンさん女優さんねエスターの,あの少女を演じたねあの女優さんが、うん、今回は25歳になってまた同じ役でエスターの役であのー 演じるというこ,とで、ね、これ一体どうやって撮影するんだっていうのでね話題になったんですけども,、うんなんもね、25歳が9歳のを演じるっていうので、ね、ここが注目だったんですけどもこのエスター自体がね、えー、と中身は大人なんですけどもこあの外見が老けないというねそういう病病気を持ってる、あのー、女の子なんですけどもうん。 それでまあそういうこともあるからまあ多少ね、うん、ふけまあ、以前と比べて吹きてる感じはあ,るけあったけどもね、うん、全然違和感なかったです、イザベル・ファーマーさんね。うん、まあね、この映画のタイトル。 タイトルがある通りね、この子の何かがおかしいっていうね、うん、エスター、ファーストキル、まあ3月31日からもうお顔を変えされてるんですけども、うん、まあね、中身は大人なんですけども、外,も外は子供のまま、うん。だけどこのエスターはその普通、その病だけじゃなくてね、うん、まあサイコパス的な、ね、根本的な生まれつきでしょうがね、そういうサイコパス的なそういう要素があってね、うーん。 そういうところから物語がどん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 、まあ、この話が面白くなっていくって話なんですけども、うん、これね、まあ、ストーリーから言いますとねこれ前の,、まあねまあ、前のエスターそうですね前のエスター見てない方でもまあ先に見た方がいいかなまあ、まあ、まあこれはまあ本人にお任せって感じなんですけども今回のストーリーはですね、うん、この前,前作のえっ、ー、と エスターのこの以前のお話になります。うん、えっとね、えー、精神病院にね、入院、まあ、隔離というかね、されてたこのね、うん。 この女性ね、主人公の女性、見た目は、えー、子供、中身は大人って、ねまあ。コナン君みたいな感じなんですけども、まあサイコパスコナン君、女コナン君みたいなんですけどもね。この女の子がねこのだ、病院を脱走します、まず。うん。そしてね、脱走してアメリカに渡ります。うん。まあね、外見はね、 子供ですけどもね、中身はもう完全なに、えー、何歳やったかな、この地点の設定では。まあ、たりりまあ、そこそこのもう考えの分別がつくね、もう知識のある大人です、うん。そしてね、そしてアメリカに渡,る渡って、そこでね、うんある事件に、ある事件に遭遇するっていうかね、うん、知ることになります。うん、裕福の家族ね、オルブライト家のね、えー、一人娘がね、えー、っと、 行方不明になっっていいるという事件があったんですね、うん、だけど、その女の子がね、えー、エスターにね、まあよく似てるんですよ。うん、そこからね、そのことを利用してね、えー、エスターはね、その家族の家にね、なりすましてね、うんえー、入り込んでいくっていう感じなんですけども、うん、そしてある日突然ね、その行方不明になった、この行方不明になってた女の子の名前がエスターっていう名前なんですよ。うん そのイスタ見つかったらもう両親はもうとかねお兄ちゃんはね大喜びでね、うん、それでね行方不明になったのが6歳そして発見されたのが、まあ、4年経ってまあるからね、えー、10歳っていうことでね、うん、その4年間をねなんとか埋め合わせしようとね、うん、家族はね、まあ、奮闘するんですけども。うん だけどそっからね、その家族自体も、こっからちょっとネタバレになるんですけども、この家族自体もね、ちょっとね、一癖ある家族なんですよ。うん。そしてね、もう一つネタバレ言いますと、まあ、前回と違って、今回はエスターがね、えー、このエスターになりすましたこの女の子がね、今回はこのここのその、 入り込んだ先の母親と共謀します、うん、ここが前以前と違うね、えー、エスターなんですけどもそれ、うん、でね、えー、これねこの,13この13年前のねこのねやってた今25歳になってこのイザベルさんがねどういう風にこういう風に、ね、あのに、ーまあ、9歳10歳の女の子を演じたてっ,かってなうのをね CG とかねいろんな今はそんなあるんですけども、まあ、撮影方法を撮られたのが、ねまあ、根本あの古典的な感じのね,、えー、とね今時は珍しい感じでもおん違うよく似た感じの、えー、女の子の実際のねそれぐらいの女の子の代役2人の女の子の代役を立てるというのと、うん、それからね遠近,法遠近法を使ってね、うん、身長差を出すというのと。 あとはね、あの相手役の,あの方にね、えー、約18センチの、ね、厚底ブーツを履いてもらってね、うん、それで、えー、のー身長差を出してね、うんあのー、違和感なく撮影できたって感じなんですけども、うん、本当に違和感ない感じです。それでね、イザベル・ファーマンさんのね、まあ、メイクとあと演技力でね、とても不気味なね、エスタが、えーが今回もね、 見れることになりますうんそしてねさっきから出てるねこの子ね一応、まあ、エ,エ,エスターみたいな感じでね,、えー、っとねツインテールツインテールっていうかね両脇に髪をくくってね首にね、えー、特徴的なね蝶花、えー、をつけたんですけども、うん、これはねこれはね、まあ、まだ以前また、あのー、ご紹介しようと思ってるんですけどもこれは BQA が パペットマスターというね、えー、映画があるんですけども、それのフィギュアです。フィギュアというかね、あのリー・チューマンというね、えー、女性のフィギュアなんですけども、うん、これが、ね、な,んかな,なんとなくね、えー、っとねナイフも、ね、備え付けで持ってるしね、うん、なんかエスターに似てる、エスターっぽいかなって、髪の毛を聞くてエスターっぽくなるかなと思ってね。うん 考えてね考えてねっていうか、まあ、こいつが酔ったからね、うん、これ、今回はエスターちゃん役でね、えー、登場させていただきました、うん、ちょっとねお色気感じなんですけども、うん、実際のエスターは子供だからね、うん、もっとね、えー、子供っぽい感じなんですけどもだけど不気味さはねこれぐらいね不気味な感じのエスターです、うん、そのねエスターファーストキル、うん、もう3月31日からねやってますからねぜひもうお化けが苦手な方もね、えー とても楽しめる映画だと思います、うん、今回はこれは今回またナンバーワン映画みたいなのが出てきましたねエスターね、うん、とてもねエスターファーストキル、うん、今回はこのエスターファーストキルの動画の、えー、動画じゃないない映画のご紹介でした、うん、皆さんもよかったらね、えー、映画をまた楽しんでくださいって感じで この辺でお別れしたいと思いまーす。はい、このね、またね、今度はリーチウーマンもね、またご紹介したいと思いますのでね、あっかんべーってしてますけども、うん。まあ、このあっかんべーの謎もね、今度また、えー、違う動画でまたご紹介したいと思いまーす。それでは、皆さん、まったねー。ありがとうございまーす。いつもありがとうございます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。